おはようございます。髪の毛潰れちゃったな。まあいいか。スタンドいらないんだよな。この曲知ってますよね。入ります。よろしくお願いします。最後のオンリーニューのところで銀吹雪を今日銀吹雪も準備してます。すいません、吹雪うるさいですよ。吹雪松竹梅ってあるんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですね。あ、これいいですね。いいですか。いいですか。大丈夫ですか。これ松竹梅のまずまずまずよかった。じゃあそろそろ、はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。これでライトとカメラ確認させてください。はい、瀬口ゆうぞさんお願いします。はい、今日はよろしくお願いします。ドレミファソラシドオンリーニューちゃいけないのが深すぎる。あれね、浅く刺しとかなきゃいけないんですよ。深く刺したからね、遊びがないからね、マジで痛くなっちゃう。綺麗ですね。めちゃめちゃ綺麗。綺麗ですか。まだ反省点がたくさんあります。バージョンとかいいですよ。結構派手めにいいですよ。全然いいです。おーおー、イメージトレーニングしてる。おーヘッドホンして、そうそう、ヘッドホンして、それ面白いですよ。あとこれが取れても面白いし、間付けでいいんですか。はい、じゃあ、お願いします。はい、おはようございます。ヘッドホン飛んなかったですね。いや、そうですね、なんかすごい綺麗に割れましたね。何がやりたいか。ありがとうございます。
ありがとうございます。オンリーユーをオンリーニュー、僕の大好きなパターンで、予想を下回るオチですね。これぐらいがいいんですよ。誰が聞いても分かるじゃないですか。でもなかなか踏み込めない、なかなかのレベルですよね。非常にいいと思います。ユーっていうのをニューって歌うと引っかかんないんですよ。だからちょっとニューってやった、ここ大事だって。スルーされたらシャレにならないからね。だからちょっとクッとアクセントつけました。多分がっかりすると思う。もしかしたらプラターズかと思うかもしれないし、それで僕が登場したらなんだよっていう人もいるかもしれない。まあ中には気がつく人もいるかもしれないけど、まあそれも楽しみだよね。基本的にね、僕テイクワンとか一発撮りとか大好き。やっぱりバンドマンだから、結構ごまかしの効かないところでやってきたから、一発勝負って多いんだよね。だけどそういうのがすごく好きだし、向いてるかもしれない。よく言うのはね、ファーストテイクっていうのは一番いいって言うんだよね。2回目3回目ってどんどん上手くなるんだけど、面白くなくなっちゃうっていう言い方をするんだよね。丸くなっちゃうっていうかな、角が取れちゃうっていうか。だからファーストテイクっていうのはそれなりに価値があるんだよね。結構魅力的だったりする、その力んでたり武骨さが良かったりする場合もあるし、僕の場合どのパターンが出るか分かんないけど、すごくそのテンションも上がってて楽しいね。全然違うよ。僕ね、例えばね、10パターンやれって言ったらできるタイプなのね。そういうことが得意じゃないとね、結構この世界ってできないんだよね。番組によってはリハーサル何回も何回もやって本番前にしらけちゃう時もあるんだよね。だけど本番が命だから、ここはもうずっとこうなんていうか、このための練習でやんなきゃいけないんだけど、こっちで結構燃え尽きちゃう人とかしらけちゃう人がいてね、そういう仕事をずっとやってきたんで、僕は何テイクやっても全然平気。もちろんそうだけど、それは僕ステージでさ、場数踏んでるからね。例えばそのここはまあ今日はちょっとそういう雰囲気じゃなかったからできなかったけど、お客さんが入ると無限にできるよね。ちゃ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 聞いてますとかね、喋ってんじゃないぞとかね、そっち突っ込むと無限にできる。それも大事だけど、引き出しは持ってなきゃダメだよ。たとえネタがなくても10種類ぐらい持ってなきゃダメだよ。手に汗かいちゃったってあるでしょ。シリーズたくさんだよ。脇に汗かいちゃった背中が濡れて、まあそんな例えばさ、何だっていいわけじゃない。やっぱり引き出しは多い方がいいよね。で、実はこの状況に合ったことを言うのが笑いって一番大事だから、それがうまく合った時に受けるんじゃない。あ、でも大事なことは一つあって、ギャグを入れたい時はその前までは極端に真面目な方がいいよね。こう真面目にやるぞってっていう、この楽さでみんな笑う、ね、だからこの人ちゃんと今度は歌うなって思わせる雰囲気作りが実は大事かな。やっぱり吹雪の中のターンじゃない。あれは見事だよね。マイクの持ち替えって難しいんだよ。マイクを持ち替えないと、ほら絡まっちゃうでしょ。あの辺は結構難しい、実は。これ限りなく白いね。うわあ、インパクトある。うわあ、すごいなこのインパクト。なんか豊かな味がする。なんて言ったらいいんだろうな。濃くて豊かで。深くてうまい。伝わる。深いんだよ味が。なんて言ったらいいんだろうな、こういうのって。多分癖になっちゃうね。
僕はディアミルクちょうだいみたいな、今ディアミルクに凝ってるんだって言いたくなるような味だね。ね、嘘知らないの？絶対食べた方がいいよってこれ言いたくなっちゃうじゃんね。太棒フランス人には受けるでしょ。Only new。 さあ体験しよう、何も足さない驚きを。 Dear Milk。